ジャクソ特別法人会員天皇寺学祖画僚会の副理事長を務めております小野新竜と申します本日は秋の宮島厳島神社原始祭1月3日に奉納されます両王という部学曲について解説をさせていただきますどうぞよろしくご視聴くださいませ両王または 正式に乱陵王と呼ぶこともありますが、この曲には次のような由来があると言われています。あまりにも美目修麗であったため、味方の士気が上がらなかったので、常に金色の恐ろしい形相の仮面をつけて戦場に赴いたという古代中国北西の王、乱陵王長教の伝説に 基づいいてて作られれたののがこの前であると言われていま,すまあこのような物語を演じた仏局であるとする説がある一方この舞曲が天平年間に今の北ベトナム地域にかつて存在した仏教国である隣誘国そこの僧侶である仏哲によって我が国に伝えられたいわゆる隣誘学 という楽曲の中の一つであると言われていることから7世紀頃東南アジアに成功していたインド神話に基づく「竜王の喜び」という仏教歌劇の主役である竜王の姿がこの舞の起源であるとも言われています。まず舞に先立って龍敵の主観と太古証拠の奏者によってコランジョ という楽曲がそうされます。これは舞曲の前奏曲とも言うべきものです。次に、括弧、太鼓小弧の奏者による単純な四拍のリズムを反復する、両王乱女という曲に入りますと、ケベリの両刀装束に金色の仮面をつけ、手に金色のバチを持った舞人が登場し、出る手、我々はずり手、 と呼びまますすが出る手を待って舞台中央に立ちます続いて警戒で民謡的な旋律の当局に入りますと舞人は舞台を縦横に動きながら軍隊を指揮するかのような勇壮な舞ぶりを繰り広げます最後はアマランジョという楽曲が奏される中いる手と言われる集結の舞の手を行い 堂々と退出していきます宮島舞楽といえば乱領王というほど統治舞楽を代表する舞楽曲ですこの曲も清盛の時代に五福島に本格的に舞楽が移植された際から回れている古い優勝を持つ舞ですまた現在使用されている五福島の両王面は独特で 頭部に小さな宝塔が載っていますおそらく神仏集合時代の名残ではないかと思われます